近藤組長、大阪行ったよ。あ、行こうとしてたんだ。伊藤が、うん。出られてたから。ああ、うん。誰といんの？出ない。誰といんの今？いや、どこに？俺、家。え？家。家か。誰といんの？一人一人。ツイキャスやればいいじゃん。やんないよ。ふわっちか、やっぱ。ああ。どこ行く？そんなこと言っても、ツイキャスはツイキャス面白いけどな。何人ぐらい？30人しかいないっすよ。でも俺、ふわっち番解除になるぞ。ああ、ちゃんと、謝ればいいよ。大丈夫。うん。いつまでいんの、金沢に。配信会で会うか。配信会で会ってもらわないだろ。ふざけんな、バカ。配信会だっても。どこに泊まってんの？ホテル？あ、今、とりあえず関西にいるけど。うん。とりあえずこっちも配信に今つけるわ。うん。まあ、俺は今もうちょっとしたら、うん。多分出かけるけど。どこに？あ、知り合いのところ。片町行かない。昨日飲みすぎたからさ。ああ。うん。毎日頑張ってよ。うん。組長も頑張ってね。ね。はーい。ね。はーい。今度金沢にいるんだよ、やっぱ。あいつ配信つけて来ねえだ。あ、来ねえわな。晩になるからな。配信外だったら普通でしょ。本当に配信ついてたあれ、配信外だったら普通なの。リスナーは勘違いからな、女と LINE だな。どういうこと？ちょっと、佐藤のダイヤモンドさん、監視しといてよ。俺ん家来たら言ってよ、マジで。俺、ふわっち見れないから。本当に、あいつ夜中来るから。来たら警察呼んでやる、あいつ。マジで。し始めた。見てみるか。ツイッターから見れるんだよ。パチンコしてたのこれ。やることがないんだよ。どうしたらいい？こいつ何しに来たの一体、金沢に。どうしたらいいかな。みんなどう思う？雨降ってるしな。
一回配信したけどさ、わからない。それはわからないよ、俺には。いるかな。そのカシャ書いてロボットがいるんだけど、いやそういうつもりないでしょ。向こうに眠い。ねえ。よし、みんな終わるわ。今日もありがとうね。くだらない配信来てくれて。そういうつもりないでしょ。皆さんもゆっくり休んでください。皆さんお疲れ様でした。どこも行くとこないね。もしよかったら近藤組長の枠見てあげてください。どうしようかな。ナイスを仕上げてください、近藤から。サブ配信、サブ配信じゃなくて